どうも、バーンです。そうしましたらね、今日も琵琶湖の瓦礫の回収の方をやっていきます。今日はね、水中メガネとシュノーケルも持ってきましたんで、効率よく回収ができるかと思います。それでは作業開始。はい、どうです。ちょっとね、15分ぐらいかかったかな、砂にほとんど埋まってた瓦礫を、砂の上に上げることができました。いや、やればできるもんですね。で、非常に危ないです。鉄筋が露出してます。とりあえず鉄筋はね、危ないんで除去いたしました。いかだに積み込んでいきます。
はい、どうもです。ね、大物を上げようとした時に、2、3分、まあ長くても5分ぐらい粘ってダメだったらもうさっさと諦めて、小物を集めた方が効率いいですね、という風な方針にちょっと切り替えてみます。ではでは。